日本の民話は漫画アクションにシリーズ連載された水木しげるによる日本の漫画作品。水木しげるロードに設置されているサラリーマン山田のブロンズ像。日本の民話と題されていたが、日本古来の民話などを題材にした作品ではなく、水木ならではの風刺や妖怪を主とする基談の漫画シリーズである。また、本シリーズには水木作品の常連。 サラリーマン山田が頻繁に登場するが、各話のつながりはなく、それぞれ1話完結で描かれている。漫画アクション1967年8月10日後から1969年5月8日後まで、連載、おおむね月1回ペースで全20回掲載された。本シリーズは漫画アクション創刊時から連載されており、以降も、カッパシリーズ、怪奇幻想旅行と、 連載が続く。単行本は連載終了後の1969年8月に、二社の漫画アクションコミックス、回帰日本の民話として刊行。その後は、各話団体で、いくつかの短編集に収録され、単行本は長らく再販されていなかったが、2006年に、角川書店から、水木しげるの日本幸福愛歌として、文庫版が刊行される。 1967年8月10日、百9 6 7年9月7日、百9 6 7年10月5日、百9 6 7年11月2日、百9 6 7年11月9日、百9 6 7年12月7日、百9 6 8年1月4日、百9 6 8年1月11日、百9 6 3年の、 歌詞本漫画、手袋の回を雑誌向けに書き直した作品。1968年2月1日号、1968年3月7日、号1968年4月11日号、1968年5月30日号、1968年8月8日、号1963年の歌詞本漫画、大人物を雑誌向けに書き直した作品。 1968年11月21日号、1968年12月26日号、1969年1月16日号、1969年2月13日号、1969年3月13日号、1969年,月1969年, 4, 月1969年4月3日号、1969年5月8日号。ありがとうございます。